こんにちは。元気ですか。響きの所属声優が YouTube で毎日一本ずつお送りしていく響きスタイルということでね、今日の担当は私、三森すず子です。どうもこんにちは。さあ早速行きましょう。ということで今日はですね、何をするかというと、まあ、今日全員共通の企画、自分売り込みタイムということで、こちらのスケッチブックを使って自分を紹介したいなと思います。私は三森すず子です。あだ名はみもりんと、まあ大体の人はみもりんと呼んでくださっていますが、ねえ、最近は割とすーちゃんとか、すずとか、ねえ、みもちゃんとか、みもさんとか、みみこさんとか、すずもりさんとか、もうなんだかよくわかんない感じで呼ばれています。はい。でまあ初心者の方はみもりんと呼んでいただけたら一番わかりやすいんじゃないかなと思います。じゃん、続きまして、はい、はい、年齢は公表しておりますよ。1986年6月28日生まれ、むにゃの日と覚えてください。むにゃってなんだろうって多分思った方いらっしゃると思うけど、私もよくわかりません。語呂合わせなんでね、むにゃの日で覚えてください。AB 型、ミステリアスでしょ。そして蟹座です。6月だからね。そしてここ一回ちょっと拍手が来ましてね、こちらですね、動物占いは猿です。アイビー茜先生のルナモンスター占いでは引っ込み思案なセイレーンですね。そして細木和子先生の占いの本では天王星人です。はい、調べてください。私もともとは、10代の頃にミュージカルでデビューしました。ちっちゃい時ミュージカルが大好きで、いつか舞台に立ちたいなと思って、で中学高校と、まあ小学校とかバレエをやっていて、中学高校と他のタップとかジャズとか始めて、でね、高校の時は宝塚受験とかもしたんですけど、まあちょっと残念ながらね、落ちてしまいましたが、高校卒業してすぐにミュージカルデビューをしました。そしてですね、あ、ちなみに私アニメとかゲームとか本当に詳しくなくて、本当に中学時代とかは学校終わったらすぐ部活ミュージカル部だったんですけど、ミュージカル部行ったり、あとレッスン行ったりしてて、アニメとか見る時間なくて、ゲームもやってなくて、だ多分私は今ね、日本一アニメに詳しくない声優だと思っています。だからみんないろんなことを教えてください、お願いします。そしてミュージカルをやりつつ、あとバックダンサーの仕事とかもやってました。はい、そうなんです。音楽番組とかでね、こう後ろで踊らせていただいたりしていました。そこから、一瞬こうテクノアイドル、謎ですね、こうキューティーパイというね、テクノアイドルがいるんですけど、そのなんだろう、メンバーとして、まあ実質3ヶ月だけど、まあなんかいろいろこうレコーディングとか含めると、まあ1年ぐらいは、テクノアイドルキューティーパイに所属しておりました。そして、そこでですね、まあその後もいろいろミュージカルはこの辺もやってたんですけど、声優になりました。そっからで今は音楽でソロ活動もしています。去年は武道館単独ライブ 2days ありました。ねえ、そんな、なんで私がこのアニメにね、日本一詳しくない、アニメに詳しくない声優なのに声優になったかという経緯なんですけども、こちらになっております。まずは、ミュージカル時代舞台で主役に選ばれました。やったー、嬉しいな、ヒロインかってね、ワクワクしていましたね。そしたらチケットノルマがあります。なんですって、しかも200枚、当時の私にとって200枚はもうとてつもない数字ですね。親戚を集めたってそんなにいないじゃないですか。これをもしノルマを払えなかったらギャラはありませんと言われ、200枚なんとか売りましょうって言われたんですね。売れるわけないじゃんと思って、
私のおじいに頼みました。おじは会社に勤めていたんですけれどもね、株式会社ブッシュロードに勤めておりました、その当時。おじさんに会社の人誰でもいいからもう連れてきてとお願いしました。そしたら、はい、木谷さん来る、はい、木谷社長が、なんと興味を持ってくださってですね、この主役の舞台を見に来てくれたんです。で、それを見に来た時にちょうどね、ミルキーホームズの、メンバーを探してるから、よかったら一度うちの会社に面接に来ませんかと言われ、で、先日は舞台来てくださってありがとうございましたと菓子折りを持って、ご挨拶に行ったんですね。そしたらミルキーホームズやりましょうみたいな、もうすごいノリノリで、お話いただいて、そこから私、声優になりました。そこきっかけで。そうなんですよ、何があるか分かりませんね、世の中。そうなんです。そんなわけで、まあ、以上なんですけど、なんだろうな、だからまあなんでしょうね、別にだからといってこうアニメ全然興味がないわけじゃなくて、そこからね、20代、22ぐらいの時に初めて私はアニメの世界に入って、それまでもうね、その目が大きいキャラクターとか髪の毛がピンクとかもう見たことなかったから、すごいカルチャーショックだったんだけど、なんかね、触れてみたら、あ、日本にこんなになんかディープな世界が広がってて、しかもそれを好きな人がこんなにたくさんいるんだっていうのを知らなかったから、なんでもっと早く知らなかったんだろうってその時ね思って、でそこから、アニメ今はねもうちゃんと録画して、見てます。そうなんです、面白いですよね、いろんなの作品があってね、ぜひ私が出ているアニメも見てほしいなと思います。アニメってね、多分こう構えてる人も多分まだいると思うんですよ、世の中に。でも私はぜひまだそういう人たちにもアニメを見ていただきたいなと思います。まあそんな感じかな、まあそんな感じですかね。ちょっと今後なんかいろいろ私がやってみたいことをいろいろ考えて発信していきたいなって思うんですけど、まあなんだろうな、なんかあんまり大きいこと言うのもあれだから、私はもうこの動画を見てる瞬間的に楽しいことを、考えたいなと思います。私はみんなの打ち上げ花火になりたいということで、なんだかよくわかりませんけれども、今日はここまでです。動画は毎日誰かが更新していますので、ぜひぜひ気になったらチャンネル登録お願いします。では今日の担当は三森すず子でした。バイバーイ。